太鼓に配された三つどもえどもえは、紺ンあるいはまが玉のような形をした、日本の伝統的な文様の一つ、またはともえを使った文の総称、ともえ文とも言う、家文や神門、寺門等の門としても用いられ、太鼓、の丸瓦などにも描かれる。ともえの起こりには、弓を射るときに使うともを図案化したもので、元はともえであるという説。 マガタマを図案化したものであるなどの説がある。その後、水が渦を巻く様とも解釈されるようになり、本来、中国では、人が腹ばいになる姿を表す、象形文字のともえという漢字が、型の類似から当てられた。水に関する模様であることから、平安末期の建物に吹かれたのが丸瓦などに、火災よけとして、ともえ門を施した。 後には特に武神である八幡神の神門として、ともえ門が用いられるようになり、さらには他の神社でもともえ門が神門として用いられるようになった。中国やその影響を受けた韓国、モンゴル、チベットには大極と呼ばれる二つともえに似た模様があるが、同教の陰陽思想など二項からなる宇宙観を表す別のものである。また、ヨーロッパには、 三つどもえに似た、取り付けるという文様があり、日本では三脚ともえと訳されている。単独のともえというもんはなく、数、形状、向き、などにより多くの種類がアモンとして作られ、用いられてきた。一つから三つのともえを円形に配し、それぞれ一つ、ともえ、二つ、ともえ、三つどもえという。他に、供養の配置に三つどもえを九つ並べた、供養派。 三つどもえの内側輪郭のみを残した、抜けどもえ、尾の長い、尾長三つどもえなどがある。三つどもえという言葉は、三つの勢力が拮抗し、定立している様子という意味にも用いられる。また、ともえ門そのものではなく異なる種類の門において、例えば、藤門の一つ、藤ともえのように渦を巻くように配置されたものを、ともえなどと呼ぶものもある。時計回りの三つどもえ半時計回りの、 三つどもえ家紋における、ともえ門の左右故障問題は長い間、家紋研究において最大の論点である。ともえ門には、細い部分から丸い部分に至る進行方向が、時計回りのものと、その逆の半時計回りのものがあり、用法などにおいて区別がされることも多い。家紋に関する現在の著書などではそれらに、右と左の名を与えた名称が用いられるがそれが、 どちら向きのものを意味するかは、時代や文献などにもより、必ずしも一定していない。家紋を描く上絵師は、その技法上の理由から、尾が流れていく方向に従って、名称としており、簡単な見分け方として、親指を外に出して、拳を握った時、左友えは、左手の親指が差し示す方向、右友えは、右手の親指が差し示す方向を参考とする。歴史的には、 この使用例が多い。大正15年、沼田より助は、日本文章学において、その名称の由来を雅楽に用いられる大太鼓に、一称された、ともえ文様に求めた。沼田は最も古式を止める雅楽を行う4、天皇寺の大太鼓の配置を参考とし、4天皇寺精霊巻に描かれる大太鼓の、ともえ文様を引用し、左に置かれた大太鼓に密度燃え、右に置かれた大太鼓に、 右どもえが描かれることから四天王寺の三つどもえの回転方向を左どもえ、二つどもえの回転方向を右どもえと問いている。さらに説話集、合団章には太鼓の左右を知事派、左に葉ともえの数三筋なり、また筒も赤く色彩るなり、右葉ともえの数二筋、筒も青く色彩なりと記され、また法流寺所像の大太鼓の名文には、 二つともえの太鼓には、右方、三つともえの太鼓には、左方と記されていることにも言及し、自説を補強している。この説は、庭はじめにやか秀行もたびたび支持しており、文章学者にはこの説を支持する者が多い。一方、日本家門研究会の高沢人氏は、平成20年に発表した著書で家門としての、ともえ文様は、 その成立時期から長方四年に定められた、岡倉の儀による大太鼓に触発される形で、発生したとしながら、沼田が引用した、四天王寺精霊絵巻の大太鼓は、下座から見た図であり、本来向きが逆であることを指摘。また、合談章や法隆寺所蔵の大太鼓の名文、また、摂州四天王寺年中行事の説明文なども、大太鼓を据える位置を示してはいるが、 いずれもともえの回転方向に対して言及していないと指摘した。さらに、四天王寺精霊絵巻、四天王寺図屏部、説明書図絵に描かれるともえ門や、また四天王寺、伊勢神宮、宮内庁などで使用される大太鼓に描かれるともえ門の回転方向がバラバラであることを示して、本来、ともえにおける左右の意味は、二つともえの大太鼓と三つともえの 大太鼓を据える位置を示すものに過ぎず、その回転方向を示してはいないとし、当時は、三つどもえは、どの方向に回転していても左どもえであり、二つ、どもえも、同様に回転に関わらず、右どもえと呼んでいたのではないかと論じている。そしてタイで用いられた大太鼓から一個の文様で、描かれる家門となり、その回転方向を指し示す必要が生じたことから、 混乱が始まったとし、本来、大太鼓に描かれる、ともえ門は雷を表すものであり、頭と呼ばれる部分は打点で、叩くことによって発生した豪音が飛んでゆく方向、つまり世が流れてゆく向きを名称とするべきであると、している。日本では、1220年頃に成立した、愚書を巻、き第六には、西音寺サネスエが用いたことが記されている。 室町時代以降の1460年代に成立した県聞書家門では、蘇我氏、赤松氏、長尾氏、宇都宮氏などが載せられている。江戸時代以降は、丹幕騎士、筑後有馬氏、市、中板倉氏などの他に、幕臣350屋ほどが用いた。また、幕末から明治2年まで新選組副長として、新政府軍と戦い、 箱館で戦死した肘方と志蔵も左三どもえを用いていた。沖縄県の琉球国時代、第一直し王党の久野良は、八幡神を信仰したことで知られ、その後の第二直し王党も左三どもえを用いた。江戸時代の初大名の要選は、各家の家紋の上りを掲げていたが、本土へ来航した琉球船も同じく、左三どもえを描いた上りを使用していた。 陸上自衛隊中央即応連隊では、ともえの三つの円の中に、略称の中、即、連の三つの漢字を載せたいの部隊称を使用している。ありがとうございます。